私の名前は千葉なつみ、19歳の女子大生。やっぱり海外は絵になるね。確かに、ここならバズる動画いっぱい撮れるかもな。彼氏シンジとブラジルのサンパウロにやってきた。サンパウロに来た目的の一つが動画撮影だ。ここどこだと思う？なんとブラジルです。よいしょ。私たちは配信サイトの投げ銭で暮らす配信者だ。もともと普通の配信をしていたが人気が出ず。うわ、お前入れすぎだよ。どんどん溢れてきちゃう。早く吸って。より過激なものをと水着配信を始めたら投げ銭が一気に増えた。こんな簡単な配信を重ねただけで一月30万円もの稼ぎになった。すごい、配信ってこんなにボロいのね。もう真面目に働くのバカらしい。そうして彼は会社を辞め配信者になった。それからより注目の多そうな動画をとぼったくりバーに潜入し大暴れしたり。ビール一杯30万円？ふざけんな。うわ、路上喫煙している人に注意したりと少し前に動画で流行った内容を配信。こんなとこでタバコ吸ってんじゃねえよ。うわ、シンジはもともとボクシングの国体選手で腕っぷしには自信があった。このセクシー&バイオレンスが面白いものを望むネットでは受け入れられた。夏美の体いつ見てもエロいな。シンジ最高、スカッとするぜ。悪を断罪する正義の使者だ。でもこの配信スタンスがあだとなるとは思いもしなかった。ブラジルでまずやったのはお色気ドッキリ。よし、今度はホームレスの前で夏美が脱いでやるぞ。わかった。やっぱりブラジルは暑いな。脱いじゃおーっと。過激な撮影を強行した。さらにホームレスに少しばかりご奉仕を。え、こんなに？一体全体どういう状況なんだ。裸で寄付、こんなナンセンス系がネットでバズったりする。そしてホテルへ戻り、シンジと熱い夜。さあここからが本番だ。アングル考えて。配信サイトでバズった私たちはその人気を流し込み、大人のサイトで動画配信も行っていた。こちらは月に400万円の収入になる。要はまさに大配信時代と言っても過言ではない。昨日の配信思ったよりは投げ銭ないな。え？あんなに頑張ったのに。今さらホームレスにお恵みくらいじゃそんなに回んないのか。すると突然人だかりから悲鳴が聞こえた。やー、なんだろう。喧嘩かな。面白そうだな、行ってみようぜ。私たちは取れ高を期待して駆け出した。人混みをかき分けて目にしたのは蜂の大群だった。やだ、蜂。すげえ。そこではみんな悲鳴を上げながら必死で蜂から逃げ回っていたのだ。私もその場を離れたかったが。虫嫌いの夏美、蜂の群れに飛び込んでみた。え？いや、刺されたら。大丈夫さ、あれはミツバチ、刺されても大したことないって。シンジはこのハプニングを撮影する気満々だった。確かにバズりそうではあるが。もっと近づけ、いざとなったら俺が退治してやるから。みんな見て、蜂の大群が人を襲ってるの。私はシンジの言葉を信じてミツバチに近づいた。すると蜂が私めがけて一斉に襲いかかってきた。かなりの数がいますね。100超えてるんじゃないか。この過激さが視聴者に受けるんだと我慢しながら撮影した。ふと違和感を感じ視線を落とすと大量のミツバチがビキニに張り付いてきた。どういう状況これ。どうやらミツバチは匂いに反応するらしく、水着を洗った甘い洗剤の匂いに釣られたようだ。さらに蜂が襲う範囲は広がり、とうとう全身にまで範囲が及ぶ。痛い痛い、刺されてる。もう限界よ。私にまとわりつくミツバチは優に1万匹を超えている。口の中、さらに目の中にもミツバチは侵入してきた。助け。うわ、もうダメ。離れろ蜂ども。そこでようやく助けが入る。なんでこんな格好なんだ。おい、しっかりしろ。うわうわ、やめろ。私は体内に侵入していた100匹のミツバチを吐き出し記憶を失った。その後病院に運ばれたが、あの患者も長くないだろうな。またミツバチの犠牲者が1人増えましたね。どうやらブラジルではミツバチが人を襲う事故が年間1万件も発生しているらしい。日本のニホンミツバチは毒性も弱いが、海外のミツバチはキラービーとも言われ。ダメだ、助からなかった。死亡事故は年間50件に上るという。私は死んでしまった。俺の愛する夏美が事故で死んじゃって。
だが、シンジは私の死を悲しむ配信を行った。私を置いて逃げたのに、よくそんなことが言える。さらに、これが夏美です。よかったら、みんなで弔ってあげてください。私の死体を配信中に晒したのだ。皮肉なことに、この日の投げ銭は、今までで最高額の200万円に上った。だがさすがに死体の配信は批判も集め、アカウントは停止。ああどうしよう、また一からか。死体以上の過激な配信なんてできないよ。昨日住宅街で発生した殺人事件ですが。殺人？